SNK ヒロインズタッグチームフレンジー大勝利モイモイにお任せあれみんなはあたしが助けるよ応援よろしくねカンフーは一流なんだし二流アイドルなのは気にしなくていいんじゃない これでわかった正義は必ず勝つんだよよしこれが終わったらアイス食べに行こうだからちょっと待っててねその耳飾りが爆発するんだよねこっちの世界は物騒だな帰ったら ラブの船とあたしの金んトーンでスピード勝負だしばらく囚われのお姫様役でもやっといて勇者ムイムイが魔王をやっつけてくるからテレビで見た忍者と違うさては偽物思い出したラン・ホン・ファンー ミヤンちゃんの面ってどっかで見たことあると思ってたんだよね自分の技だから目を閉じていても楽勝だねごめんねナコルルこれも魔王をやっつけるためなのちょっと我慢してねこの世界の人たちって みんなこんなな格好なのちょっと待っててねすぐに魔王を連れてきてごめんなさいさせるから女の子に変わったばっかりなのにこれだけ戦えるなんてすごいゆりちゃん毎日鍛錬してる日々の積み重ねが大事なんだよ サリナちゃんからは温かい気を感じる心が安らぐなアイドル活動で忙しかったのかなアテナちゃんはカンフーが足りてなかったね勇者ムイムイの伝説これにて襲撃 サムサム吹っ飛ぶ激アツ勝負だったね君はあの二人組の怖いお姉さんと似た気配がするけどでも何か違うね不思議チームメートと戦わせるなんて許さないぞ魔王サンデルダーク 手足が長くても近寄っちゃえばこっちのもんだねねえねえ忍者だったら大きなカエル出してみてよカエルえー、できないの残んねお面がないとつまんないよ魔王をやっつける目的があるからね。 それまでは誰にも負けられないよ私は魔王をやっつけてくるからナコルルは帰ったら何を食べに行くか決めておいてねすごい美人さんだったなあどんな顔してるか見るの忘れてた。 唯一の友達をこんなことに巻き込む魔王サンデルダーク、許さないぞー。元が男の子だからね、本気な本気を出しちゃった。やった、勝ったー。さあ、次は大食い対決で勝負だー。 足だけで戦うってすごいね。こっちの世界は面白い人が多いな。ギリギリの勝負だったね。機会があればまた戦いたいな。友達は大切にするんだよ。これ以上シルビーちゃんを悲しませないようにね。 危なかったかもさっきから訓「訓練訓練」ってこれはそういうんじゃないと思うなラブの力が分かってよかったよチームメイトだと戦えなかったからねこのお姉さんもすっごい美人だったな。 ナコルルに連れてこられたこっちの世界って美人さんが多いよね KOF の時以来だけど会うたびにすごいカッコしてるよねいつもなのやっぱりかわいい顔してたんだねもうずっと素顔でいればいいのに。 自分の真似されるのって気持ち悪いママ母見てたらプイプイに会いたくなっちゃったよこのお姉さん KOF で戦った2人組の怖いお姉さんたちと同じ気配がしたななんでだろう 友達が変だと苦労するねあとは私に任せといてね、かっこいいお姉さん気の力なら負けないよなんて言ったって龍の子孫だからね ママ母を呼び出せるけど紗理奈ちゃんはココを呼び出せないのかそれは寂しいね超能力ってすっごいね私もおじいちゃんとこで修行したら使えるようになるかな魔王サンデルダークをやっつけたかくして勇者モイモイは英雄となるなんてね 肉まん食べたいよー今度あのおっきな船に乗せてねこの世界がどうなってるかぜんぶ見て回りたいんだ魔王をやっつけるためとはいえチームメイトと戦うのはちょっと嫌な感じだったなー。 どれだけたくさん食べたらお姉さんみたいに大きくなれるのかなその火力、チャーハン作るのに最適かも踊ってるみたいに戦うよねあたしにもできるかな無理か <laughs> 君はちゃんとご飯を食べたのかなたくさん食べないと勝負には勝てないよねえナコルルー、プイいイ呼び出してくれないママ母呼び出せるならできるでしょお姉さんプロレスラーって言うんでしょ知ってるよ、テレビで見たからね シルビーちゃんがこんな姿に全部全部魔王サンデルダークが悪いのだ魔王をやっつけると男の子に戻っちゃうのかなもったいなーいよーしこれで焼肉食べ放題タダただだえそんな約束してないえっ <laughs> サリナちゃんの国のおいしい食べ物教えてね今度ナコルルとラブトで食べに行くから SNK ヒロインズタッグチームフレンジー